皆さんこんにちは、陽子です。先週の皐月賞は買い目に D マジェスティがいるものの買い方がダメでした。一方で中山グランドジャンプは3連複が的中、思いが通じてなんとか義援金を送ることができました。微力ですが少しでもお役立ていただければと思います。さて今回は24日に東京競馬場で行われます第51回フローラステークスの予想です。今回も過去10年のデータを予想の参考にしたいと思います。勝ち馬は関東馬と関西馬がともに5勝と互角です。また前走が 1800m や 2000m を走っていた馬の相性が良く、一方で前走がマイル戦や短い距離ですと成績が出にくい傾向にあります。そして府中 2000m の傾向そのままに、外枠の成績が思わしくありませんでした。馬券の傾向ですが、1番人気は5勝で2着1回と牝馬の重賞の中では勝率がかなり高いです。一方でここ5年間で2桁人気が3回も馬券に絡むなど、勝ちに行って力尽きた馬を評価の低い馬が捉えるというトライアルならではの現象も注意した方がいいかもしれません。続いては気になる馬をピックアップ。まずは新馬戦から連勝でやってきた馬ビッシュです。2月下旬のデビューからあっという間にオープンに上り詰めたこの馬、他の馬と比べて線が細いのが気がかりですが、かかる癖が少ないことと体重以上に大きく見せるフットワークは上がり勝負になった場合は押さえておきたい一頭です。続いてはオープンのアネモネステークスを勝ったチェッキーナです。アネモネステークスを制した後は短期放牧に出て桜花賞を見送りました。その効果もあってかここを使えるまでに回復しましたが、前走がマイル戦、アネモネステークスからのステップ、そして大外枠と悪い条件が揃いすぎているので、ここは勇気を出して買い目から外してみようと思います。そして私の一押しはパールコートです。前走は早めに先頭に立ってそこから粘り通しての勝利、今回に向けての追い切りの動きも良く、その反面輸送などの課題もありますが、マイルから参戦する馬が多い中で 2000m 勝ちの経験もあるということで、ここはこの馬を軸にしたいと思います。それでは買い目です。3連複の11番を軸にして2、3、4、6、9、14、16、以上の21点で狙いたいと思います。発送は日曜日の15時45分。おかげさまでチャンネル登録者数が2000名様を突破しました。記念に東京競馬場で何かやりたいなぁと思ってますが、現在調整していますのでもう少々お待ちくださいね。そしてそして、これからも当てられるよう頑張りたいと思いますので、コメント、そしてチャンネル登録をどうぞよろしくお願いします。